とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、古代狩りをやっていきます。しかも、厳選をしながらの古代狩りということですね。今日狙う装備は、イカの防具、そして影の衣、この二つですね。いいやつは持ってるんだけども、すべてギフトでもらったやつなんだよね。ギフトじゃなくって、自分でもぜひ出したいということで、厳選やっていきましょう。出るかな？まあ、とりあえず、2時間やってみます。頑張るぞ。よし、来た。稲妻のごとき成長ですね。こいつから影の衣が出る可能性がある。行くぞ。あっぶねえ、あっぶねえ。変更か。あ、そうか。じゃあこいつは、なるほど。近接で行った方がいいんだな。よし。無知、外れ。よっしゃ、2回目。いい調子。かなりいい調子で出てきてる。頼む。そっちかい。影の衣。違う。次こそは頼ます。お願いだよ。頼む。おおお、なんかいて、大電か、いった、違う、お願い、今回こそ出て、頼む、違う、なんで無知しか出ないの、次こそは頼む、っていうかここしか出ないな、もう一箇所の海底も出るはずなんだけど、おい、もうなんで、オーケーオーケー、次はここが出ましたね。ここも待ってたよ。イカの防具。次こそ頼む。次こそ頼むよ、本当に。おお、減る減る。しゃ、頼む、なぜに。次はどうでしょうか。無知。ではアビサルアイ行ってみましょう。次こそ頼むよ。おい、もう一度アビサルアイ来ました。行こう、頼む。次こそはお願い、頼む。あ、ミスった。ミスっただよね。でもなんか出るような気がする。いけ、どうだ？うん？無知。いかんねえ。これ、まずもってさ、ユニーク、ほら、ユニークが出ないんだよね。次こそは、出す。頼む。また無知。ツタの無知。影の衣出てくれ。頼むよ。ツタの無知。久しぶりで出たな。アビサルアイが久しぶりに来た。なんかね、偏るね、敵が。またよし、また来ましたね、アビサルアイ。頼む。発光するイカ、頼むよ。なぜ、もう無知はいらないからね、無知はなし。頼む。山猫。はい、それではですね、2時間、周回ずっとやりました。結果発表といきましょうか。2時間回って古代人は17体倒しました。で、ユニークの発光するイカの防具、そして影の衣、1つも出ませんでした。ゼロですね。2時間17体倒してゼロです。やっぱりね、ちょっと運が悪かったのかな。でもなんか最近ね、古代狩りいいのが全く出ない気がするんだよね。まあまあ、今幸運のね、不具合みたいなのも出てると思うので、それも原因の一つなのかな。せめてね、3つ4つ出てきてくれて、エンチャントはどうだとかね、やりたかったんだけども、1回もできませんでした。残念です。はい。まあ、とりあえず、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。